今回はですね、自宅でできるパター上達法、これを伝えていきたいと思います。パター、これはですね、本当にゴルフのスコアを良くするためには、このパター数を減らすっていうのはすごく大事なことなんです。小さなグリーンの中で3回4回とか、下手したら5回とか打っちゃうと、もうめちゃくちゃもったいないわけですね。スコアのロスにつながってしまうので、パターというのはなるべく3パットをなくして1回1パット、もしくは2パットで収めるようにしたいです。で、3パットをしないコツというのはですね、2つあります。まず1つ、ロングパットの距離感を良くする。もうロングパット、もう僕からしてみたら5メートル以上のパットっていうのはもう基本的に寄ってくれればいいですよ。あんまり入れに行きません。なんとなくカップの近くに来ればいいやぐらいです。ですから距離感が非常に大事で、あとはなんとなくカップの近くに来たら1メートルぐらいのショートパットっていうのを確実に入れる。これが2つ目のポイントで、家でできるのはですね、この2つ目の1メートルを確実に入れる練習っていう、これは家でしっかり練習できます。ロングパットで距離感を合わせるっていうのはやっぱり現場に行かないとなかなかできないんですけれども、この1メートルのショートパットの練習を家でじっくりとやれば確実に3パットしなくなります。それでは早速、よく家にあるパターマットです。これにですね、今回はこういう雑誌をですね、こうやって置きましょうと、ポンポン。で、これどうやって置くかというと、自分の持ってるパターのヘッドの大きさ、まあこれに合わせて、まあギリギリまでやらなくていいので、最初はまあちょっと隙間が空いてもいいので、実際若干プレッシャーがかかるような感じでまっすぐ置きましょうと。で、この1メートルのパットを入れるコツのまず一つ目というのは、このヘッドの通り道軌道、これを安定させること、ね、あんまりにもこう外から内側とか、あんまりにもこうインサイドアウトとか、振らないで、なんとなくでいいのでまっすぐの軌道にしましょうよっていうのをやってください。で、このショートパットでものすごく大事なのがですね、フェースの面なんです。フェースの面をまっすぐにセットして、まっすぐに当てることができればショートパットっていうのはほとんど外れないです。で、ただこれをまっすぐにするためには、なんとなくこのヘッドっていうのもだいたいこの幅で動いてくれないと、これまっすぐになりにくいんですね、フェースの面。なので、まずヘッドの通り道をなんとなくこう綺麗にしてあげる。で、その中でフェースの面が絶対にまっすぐ当たるようにっていうのを意識して練習するだけで、かなり1メートルの入る確率というのは高まります。なので、もう最初は素振りでもいいです。最初は素振りでもいいので、当然1メートルなので振り幅もこんなに大きくは上げません。もう本当にこの雑誌の幅ぐらいでいいです。もうだいたいこれぐらい動けば1メートルと転がるはずです。なので、この雑誌の幅の中でヘッドをまっすぐ動かす練習をしましょうと。で、そうすると自然とフェースの面もまっすぐにしやすくなります。ちょっと打ってみましょうか。振り幅小さくてもいいので、なんとなくこの雑誌のこの幅の中でヘッド動きますよ。これができるとボールをまっすぐ転がりやすいという感じです。で、その時の注意点、まっすぐヘッドを動かしたいんですけれども、この構えて手首をあんまり使わないでください。これ手首って360度どこにでも動く関節なんですね。なので、手首を使うといろんな方向にフェースも向いちゃうし、いろんな方向にヘッドも動いちゃうので、パッと、まあ、セットしたらなるべく手首は動かさない。で、ストロークをしてほしい。で、そのためにはですね、片手打ちの練習しましょう。左手一本でこのヘッドをまっすぐ動かす練習。で、その時に手首の角度は絶対にキープ。何にも動かさない。ここで手首で動かしちゃうと、これ NG です。これ良くない。手首はパッとセットしたこの角度のまま、まっすぐの練習。で、これ右も一緒です。右も構えた手首の角度のまま、まっすぐです。この練習。これ多くのアマチュアの方は、右の手首が
ピャンってこうなりやすい。これ気をつけましょう。そうするとケース目もどっか向いちゃいますし、ヘッドも思ったよりも大きく動いちゃうんで飛びすぎちゃったりもします。なので右手の角度、これをキープしたまま、これポイントです。でこれができたら両手でも同じようにセットアップして手首の角度を変えないで振りましょう。こうやって家の中でもパターマットとこういう本さえあればしっかりとヘッドの動きが安定して、フェースの目も安定、そして 1m のパットが入りやすくなる。ポイントとしては手首を使わない、片手でその練習ができると両手でも簡単にできるようになるので、ぜひこのね 1m のパットの練習は家でもできるので、毎日30回入れるまで寝ない、そのぐらいの勢いで皆さんパット名人になってください。 Thank you.